砂原美智子2月19日から1987年8月27日は日本の声楽家・音楽教育者広島県呉市出身1930年音楽を学ぶために一家で東京移住東京府立第六高等女学校卒業1942年東京音楽学校入学1944年東京音楽学校本科 声楽科卒業、平原末子に指示。1947年、藤原歌劇団公演のプッチーニ、ラ・ボエーム・ムゼッタでデビュー。翌年にかけて、ビゼー、カルメン・ロミカエラ、ロッシーニ、セビリアの理髪師のロジーナ、プッチーニ、蝶々夫人などを演じて、一躍同劇団のプリマドンナになる。1951年に本ビクター専属歌手になる。 デビューから東欧までのわずか4年間で、オペラ出演回数は43回に及び、そのほとんどが主役である。1951年パリ音楽院に留学。1953年から、パリ国立オペライコールコミックザの製材員になる。1957年チューリッヒで、ダニークマ、ユーズル海外初演、主役2を歌う。1五十九年から、イスラエルナショナルオペラと、 永久専属契約。約20年間にわたって、パリを拠点に、ヨーロッパを中心に、各地で客演公演を行い、国際舞台で活躍した。特に、町長夫人の外国での舞台は700回を数えたという。この間、しばしば一時帰国して藤原歌劇団の公演に参加した。1968年、武蔵野音楽大学、非常勤講師、東京生。 千音楽学校講師就任。1969年昭和音楽短期、大学教授就任、オーストラリア国立オペラ専属歌手となる。帰国後は、特に日本の創作オペラに意欲を燃やし、1972年には、砂原道子オペラ生活25周年記念公演と、銘打った、日本オペラ協会の清水治者モノオペラ、横笛を初演。 1973年日本オペラ協会理事就任。1977年日音楽協会理事就任。1981年、藤原歌劇団より名誉団員の称号が贈られる。同年、財団法人日本オペラ振興会評議員就任。1982年、金井菊子オペラ沖縄物語を最後に現役を引退。 1984年昭和音楽大学教授、昭和音楽大学短期大学部非常勤講師、武蔵野音楽大学講師に就任し、後進の指導に当たった。文科生に、中島慶子、松木隆子、高橋宏子、有吉町子、姉葉恵子、久美子、長野、ロフリー、遠藤幸子、水野純子、伊藤美穂、菊池豪などがいる。 1987年8月27日、心不全のため国立東京第二病院にて生居。わずか64年の生涯であった。没後、軍四等奉還症を除群。ABCDE、砂原道子。コトバンク新鮮芸能人物辞典明治平成。2020年3月20日閲覧。ABCDEFGHIJ、砂原道子。日本人。 オペラ名館。2020年3月20日閲覧。AB イコールファインドパフォーマンシンフォーメーション砂原道子。昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年3月19日閲覧。日本オペラ年表、関根玲子編。昭和音楽大学。2020年3月20日閲覧。公演記録横笛。昭和音楽大学オペラ情報センター。 2020年3月19日閲覧。中島慶子日本クラウン。2020年3月20日閲覧。6、20マリアさんの。命の歌みんなで歌う。会所化編。海の家。2020年3月20日閲覧。高橋弘子。音楽コーディネーター o スプレス。2020年3月20日閲覧。あなテフか物語。 天マ大島公演出演者のご紹介。屋根の上のバイオリン弾きハイライト。2020年3月20日閲覧。アーティスツ、東北心の歌声。センクラ2016。2020年3月20日、閲覧。第225回荒川の人。荒川区芸術文化振興財団。2020年3月20日閲覧。サマーボーカルコンセール2019。 ムジカーザ・コンサートホール。2020年3月20日閲覧水野純子。仙台、森の響きコンサート。2020年3月20日閲覧伊藤美穂。Facebook。2020年3月20日閲覧ボイストレーナー菊池号。混声合唱団コールフロイデ。2020年3月20日閲覧砂原美智子。 国立国立国会図書館歴史的音源。2020年3月20日閲覧。砂原道子名称集。国立国会図書館サーチ。2020年3月20日閲覧。CD6 から4。ロームミュージックファンデーション。2020年3月20日閲覧。そのシート。マットスーモ S ホームページ。2020年3月20日閲覧。 90年前の日本社会は、オペラ歌手、藤原義恵の不倫へのバッシングに沸いた。文春オンライン。2020年3月20日閲覧。伊藤咲子。徳馬ジャパン。2020年3月19日閲覧。ウィキペディア、スタジオ23の項を参照。石井義子。NHK 名誉顧問。川口美き夫。2020年3月20日閲覧。石井義子。 東京の空の下オムレツの匂いは流れる。川で処防新車。ありがとうございます。